新経営の神様こと稲盛和夫、京セラや KDDI を創業し、大企業に育て上げただけでなく、倒産した JAL の会長に就任するとなんと、2年8ヶ月という短い期間で再上場へ導いたのです。そんな男が人生で最も大切にしているものとは一体何なのでしょうか？短めかつわかりやすく解説していきます。このようにですね、このチャンネルでは様々な歴史上の人物にスポットを当てて、その人生から教科書ではなかなか学べないような興味深い内容を発信していきます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。なお、様々な諸説がありますので、その中の可能性の一つとして大いにお楽しみください。その他の偉人の人生なども紹介しているので、興味を持ってくれた人は別の動画も楽しんでいてください。それでは一緒に学んでいきましょう。稲盛和夫という男は本当に偉大な功績を残し続けていて、先ほど紹介した京セラや KDDI の創業、JAL の再上場にとどまらず、経営者の勉強会を目的とした清和塾の塾長を務め、多くの経営者から慕われているんですね。さらには科学や技術、思想、芸術の分野に大きく貢献した方々に贈られる日本初の国際賞である京都賞を創設するなどもしています。こういう賞は受賞するのはもちろんすごいんですが、なんだかんだ創設する側が一番すごかったりしますからね。全く次元が違いすぎて恐ろしいですね。まあ当たり前ではありますが、稲盛和夫は受賞する側としてもめちゃくちゃたくさんの賞を受賞していますからね。さあ、そんな男が人生で一番大切にしていること、それが利他の心なんですね。つまりみんなを幸せにしたいと強く自分自身が意識することだと言います。もちろん自分自身をないがしろにしてはいけませんが、余裕があればそれを他人のために使ってみることもいいかもしれませんし、それが回り回って自分のためになるのではないでしょうか。そして実は稲盛和夫が一番大切にしていることがもう一つありまして、それがどんな環境でも一生懸命に生きることです。稲盛和夫はこう語っています。少し長くなります。今の若い人たちの中に自分が望んでいる道を選ぶことができなかった人がいたとしても、今ある目の前の仕事に脇目も振らず全身全霊をかけることによって、必ず新しい世界が展開していくことを理解してほしいですね。ですから不平不満を漏らさず、今自分がやらなければならない仕事に一生懸命打ち込んでいただきたい。それが人生を輝かしいものにしていく唯一の方法といっても過言ではありません。楽しいこと自体を探すことよりも、何事の中にも楽しさを見出す方が大切であるということでしょうか。全ての人に当てはまる考え方など存在しませんが、これは多くの人に当てはまっていくのではないでしょうか。特に若い世代の人が知っておく価値観の一つであることは間違いありません。稲盛和夫はこんな名言も残しています。自分の運命は自分で管理しなさい。でなければあなたは誰かに自分の運命を決められてしまう。運命というものが存在するのかは分かりませんが、少なくとも自分の人生やその未来を他人に決められるのはごめんですよね。だったらしっかりと自分の人生を自分の意志と自分の足で歩んでいくことが大切なんだなと学べたのではないでしょうか。一度きりの人生、あなたはどう生きていきたいでしょうか。自分のやることに全力を注ぎ、好きを見出していけばきっとより良い人生に好転していくはずです。ご視聴ありがとうございました。はい、動画の方いかがでしたでしょうか。ここからは私、ナレーションを担当している翔くんが、まあ、ゆるっと雑談していく感じですね。こういうのも聞きたい、変わり者の人だけぜひ聞いていってください。今日はですね、山下清の動画が、1000回再生を超えまして、本当にありがとうございますという、話でございます。僕が YouTube を、まあ、こういうふうにやり始めて、まさかね、1000回再生にこんな早い段階でいくとは思っていなかったので、まあその他のね、動画はあまり回っていませんが、一つでもね、1000回も再生されるものがあると、まあ心の支えになるっていうものですよね。あと本当に、ここからね、雑談でも何でもなく恥ずかしい話なんですが、なんかね、マウスをクリックするだけで2キロカロリーとか使うらしいんですよ。なので、ちょっと皆さんもね、2キロカロリーってこんなものかっていうのを体感するために、チャンネル登録と高評価のボタンちょっと押してみませんか。あとはね、コメントなんて打つと結構運動になると思うので、ぜひ、まあ、それは冗談として、本当に、皆さんのね、
応援の方ぜひよろしくお願いしますという話でございました。今日はね、ちょっと短めになりますが、ありがとうございます。それではまた会いましょう。